コール軍はアメリカ合衆国のオクラホマ州にある軍。2000年時点での人口は6031人で、軍庁所在地はコールゲート。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1350平方キロメートルである。このうち1342平方キロメートルが陸地で、8平方キロメートルが河川や湖障などの水域である。 総面積のうち0.59%が水域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、コール軍には6,031人、2,373世帯、及び1,653家族が暮らしている。人口密度は4、平方キロメートルで、2、 平方キロメートルの平均的な密度に2744件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人75.18%、黒人0.36%、先住民17.31%、アジア系0.32%、太平洋諸島系はおらず、その他の人種0.75%、および今月、根結6.09%で、 2.14%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。軍民の94.6%が英語、3.0%がスペイン語、1.1%がドイツ語、1.1%が直都語をそれぞれの母語としている。コール軍に住む2373世帯のうち30.70%は18歳未満の子供と暮らしており、 55.20%は、夫婦で生活している。10.60%は、未婚の女性が、世帯主であり、30.30% 30は、家族以外の住人と同居している。27.30%は、独居で、全世帯の14.30%は65歳以上の、独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.51人で、あり、 家庭の場合は3.05人である。軍の住民は26.60%が18歳未満の子供で、18歳以上24歳以下が7.70%、25歳以上44歳以下が25.30%、45歳以上64歳以下が22.50%、及び65歳以上が17.90%となっている。 平均年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は96.30人いて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.90人いる。軍の世帯ごとの平均収入は23,705ベ米ドルで、家族ごとでは28,333ベ米ドルである。男性の千七百二十一米ドルに対して、 女性は18,419ベードルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は12,013ベードルである。総人口の23.10%、家族の18.50%は貧困線以下である。18歳未満の子供の27.90%、及び65歳以上の20.90%は、 貧困線以下の生活を送っている。ゴール軍では、下記の地点が、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録されている。ありがとうございます。